ねえ、これ取って。勘弁しろよ。今日どんだけ金使わされたと思ってんだよ。やっぱりアグリ以外の人にぬいぐるみ取ったんだ。いや、男とゲームで遊んでただけだって。ふん、アグリ以外の人とゲームか。いいですね、浮気者のタスクさん。この半年付き合ってるとはいえ、実際やってることなんて放課後一緒に遊ぶくらい。ほんと、なんで付き合ってんだろう。なあアグリ、お前俺のどこに惚れて告ってきたわけ？あれ、まだ言ってなかったっけ。どうせ顔が好みだったとかそんなんだろ。それはね、当然タスクがかっこよかったからだよ。ほら、アグリにぬいぐるみを取ってくれた中学時代のタスクがね。ああ、何やってんのさ。中学時代に俺とお前が？うん、たまにここでゲームしてるタスクがすごく楽しそうで、あの時からずっとタスクが好きだったんだ。中学時代？あんな俺の暗黒時代にそんなこと。そうだ、思い出した。昔たまにここでうさばらししてて、そこでたま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 。だから同じ高校だって分かってチャンスって思ったのに、タスクすっごいイケメンさんに変わっててさ、ギャルっぽい子が好きって聞いてアグリ頑張ったんだ。あ、どうしたの？今日はもうここで解散。一緒に帰ろうよ。お前んちこっからすぐだろ。じゃあな。ちょっとタスク、まあ、なんだこれ、なんだこれ、なんで俺今さらアグリに。中学時代から見ていてくれた、あのダサかった俺を。あいつあんな可愛かったっけ。なんでこんな急に可愛く見えたんだ。なんでだー。